ありがとうございます。네まずはご挨拶からお願いしたいと思います。먼저간단하게인사한마디해주세요。皆さんこんにちは、박서진です。네감사합니다。그럼앉아주시고요。네아무래도말씀하신대로7년만에팬미팅을하게됐고오랜만에또팬분들과만나는자리였기때문에준비도많이했고시간도많이가졌는데긴장도많이됐고즐거우면서도또아쉽기도하고마음이교차하는시간이었고다행히한국에서끝이아니고또이렇게일본에와서또일본에계신팬분들만날수있는기회가생겨서너무영광이라고생각하고오늘좋은시간이됐으면좋겠습니다。はい、今おっしゃった通り7年ぶりにファンの皆さんに会う場だったということで本当にたくさんの準備をさせていただきました。またたくさんの時間も持つことができました。ですけれどもとても緊張しましたがとても楽しかったですけれども心残りであった。本当にいろいろな思いが交差するそういった時間でありました。で韓国のファンミーティングが終わりまして幸いこのようにまた日本に来まして日本のファンの皆さんに会う機会が設けられて本当に光栄だなというふうに思っております。今日は素敵な時間を過ごしたいなと思っています。일단그팬미팅타이틀에대해서좀고민을하다가어쨌든팬미팅이라는게팬분들과의만남이중요한포인트라고생각했기때문에팬분들이평소에제가태어난시간에대해서굉장히소중하게생각해주시는것을알았기때문에그시간이라는단어에조금생각을많이해봤었던것같고그래서팬미팅자체도좀시간에대해서한번돌아보는시간과함께했던시간들을좀돌아보는주제로가져갈수있었던것같아요。ファンミーティングのタイトルですけれども、どのようなタイトルにしようかなということで本当に悩んだんですね。で、ファンミーティングというのはファンの皆さんとの出会いというのが非常に重要なポイントであるというふうに思っています。日頃のファンの皆さんというのは僕が生まれた時間について本当に大切に思ってくれるということを知りました。で、またそういったことからですね、時間という単語についていろいろ考えてみました。ファンミーティング自体、この時間について振り返るそういった時間、また共に過ごした時間について考える。そういった思いでこのようなテーマに決めました。저는그일본의문화중에좋아하는것중에하나가굉장히장인정신이있는그런문화가굉장히뭐랄까되게가치있다고생각해요。그래서어떤사람의능력을굉장히이렇게존중해주고존경해주고그사람이하는뭐예를들어패션이든아트든이렇게계속해서사랑해주고그런팬문화도너무멋지다고생각하고특히나그런장인정신을존중하는그런문화도되게멋있다고생각하고그렇기때문에계속해서역사가유지될수있다라는점들도굉장히멋있는문화라고생각합니다。僕はですね、日本の文化の中で好きなものの一つの中に匠の精神、そういった文化、そういったところに価値があるなというふうに思っております。ある人が持っている能力について尊重しリスペクトをする。例えばある人が持っているファッションですとかアートですとかそういったものをずっと愛し続けていく、またそういったファンの文化もとても素敵だなというふうに思っています。そのような、匠の精神を尊重する文化というものがとても素敵だなというふうに思っています。だからこそ長い間このように歴史が維持されていることなんだなというふうに思いまして、本当に素敵な文化であるというふうに思います。はい、匠の精神といえばソジュンさんこそ演技の匠というかじゃないかなと思うんですけど、우리장인이야기하셨는데우리서진씨야말로연기장인이아닌가멜로장인연기장인뭐아닌가라고생각을해봅니다。네예전에가족들과도홋카이도에여행을간적이있었고겨울에갔었는데되게좋은기억으로남아있어요。그래서언젠가또다시가고싶다뭐이런생각도늘하고있고요저는이제좀
미식을 좀 좋아하는 편인데 일본 같은 경우는 뭐 예를 들어 사케라든지 이런 주종들이 그 지역에서만 좀 경험할 수 있는 것들이 좀 많이 있는 것 같아요. 그래서 그렇게 음식들을 경험해 보는 것도 너무 좋고 제가 뭐 일본에도 많은 지역이 있겠지만 오사카도 대도시 중에 하나잖아요. 근데 가본 적이 없었어요 여태까지. 그래서 이번에 오사카도 굉장히 기대가 많이 되고 외로 또 뭐 미야자키도 간 적이 있었고 이렇게 지방을 가보는 것도 참 좋고 시간이 될 때마다 짧게라도 이렇게 여행을 가보고 싶은 곳은 많이 있는 것 같습니다. 이전 가족と一緒に 北海道に旅行したことがあります。 冬に行ったんですけれども とても素敵な記憶として残っています。 なのでいつかまた行ってみたいなというそういった思いを常に持っています。 僕はですね美食グルメが好きなんですね。 日本のお酒その地域でしか経験することができないそういったもの食べ物ですとかそういったものがたくさんありますよね。 そういったものを経験してみるのもとても素敵だなというふうに思っております。 日本には本当にたくさんの地域があります。 大阪と 言いますと日本の中で大都市の中の一つであると思うんですけれども、でも僕は今までまだ一度も大阪に行ったことがないんですね。なので今回とても楽しみにしています。宮崎には行ったことがあります。それ以外にも地方たくさんいいところたくさんありますので、時間があれば短い時間でもいいのでたくさん旅行してみたいなというふうに思っています。 일본 오면은 거의 대표적인 음식은 다 한 번씩 경험을 하고 가는 것 같고요. 이번에는 오사카가 처음이니까 오사카의 음식들이 기대가 됩니다. 日本に来ますと大体代表的な食べ物というのは一度は経験して帰国しているのではないのかなというふうに思います。今回大阪に行くのは初めてなのでとても楽しみにしています。 다른 포즈 하나 주시겠어요? 하트 아니셔도 아니어도 괜찮습니다. 네. 네, 감사합니다. 네, 살짝 왼쪽, 지금 손 들어주신 쪽 봐주시고요. 네, 하트 포즈 해주시면 감사합니다. 네, 지금 손 들어주시고 계신 쪽 봐주세요. 감사합니다. 네, 왼쪽 봐주시겠어요? 네. 아, 네, 하트 해주시겠어요? 네, 감사합니다. 네, 저, 네, 왼쪽 봐주세요. 하트 포즈 부탁드릴게요.